内田治は、日本の外科医、ジャズ愛好家。愛知県岡崎市出身。名古屋大学医学部卒業。数多くのジャズミュージシャンを支援したことから親しみを込めて、ドクターユー、ドクタージャズと呼ばれる。その膨大なコレクションは、愛知県岡崎市に寄付された。ジャズの街岡崎名誉顧問。1929年10月5日。 愛知県岡崎市に、産婦人会員の次男として生まれる。1945年7月、岡崎空襲により絵を失い、一家で、ぬかた軍艦津町に疎開する。1947年3月、愛知県立、第二中学校卒業。1950年、名古屋大学医学部に入学。NHK のラジオ番組、スイングクラブを聴き、ジャズに、 本格的興味を持ち、ロベール・ゴー・ファンチョ、ジャズ、フロム・コンゴ・トゥ・メトロポリタンや、野川公文チョ、ジャズ・オン、楽の鑑賞でジャズを勉強するようになる。1952年、名古屋市、広小路通りのレコード店、OK 百貨店の店員と、ジャズ愛好クラブ、名古屋ホットクラブを発足。同年、名古屋、境にあった、舞踏会館で、 1> 第1回レコードコンサートを開催した。また、東京、神田のレコード店、リズム社店主、村岡正と知り合い、出世払いで、LP レコード12枚組のフォークウェイ、ジャズの歴史、第2週ブルース編を入手した。1953年、東京、有楽町のジャズ喫茶、コンボで、ジャズピアニスト、森安翔太郎と知り合い、クラブ貿易会館にて、 フォーサウンズの演奏を聴く。さらに、名古屋で開催されたルヤームストロングオールスターズおよび JATP のコンサートを鑑賞する。1955年、名古屋大学を卒業し、インターンとして、私立岡崎病院に勤務。1956年に、市宮市立市民病院に赴任となった後、1958年より、名古屋大学医学部。 第2外科教室に勤務。1960年からは、静岡県清水市の桜ヶ丘病院に不妊となったが、1961年に、実家の内田病院が外科を開設したため、愛知県岡崎市に戻り、外科を開業した。その傍ら、1957年に、名古屋、坂のジャズ喫茶、コンボの奥のロ郎の紹介で、パーカッショニースと、戸賀氏正彦と出会い、 さらに、賀氏の紹介で、サックス奏者、渡辺貞夫と出会う。1961年には、アートブレイキージャズメッセンジャーズの大阪公演を鑑賞。ドラマーのデーブ・ベイリーが、日本ツアー終了後、内電卓を訪問した。1962年、横浜市のジャズ喫茶、ちぐさ店主の吉田守に出会い、ギタリスト、高柳正幸とベーシスト。 金井秀人を紹介される。さらに高柳からピアニスト、菊池正明を紹介される。1963年、高柳と金井が、リーダーの、新世紀音楽研究所、第5回ジャズセミナーが、名古屋、トップ3で開催された際には、ミュージシャンたちが内伝卓を訪問。日野照正、山下洋介も一緒に訪れた。同年、 鈴鹿サーキットで開催された第1回日本グランプリを見てカーレースに魅了され週末のスポーツ走行に参加し始める。また、銀、パリで開催された新世紀音楽研究所第7回ジャズセミナーをソニー製ポータブルテープレコーダー777で録音。また、来日したジョージ・ルイスとニューオリンズ・オールスターズの主治医を務めた。 1964年、自宅にドクターズスタジオを作り、完成披露で、井ノ武とウエストライナーズが演奏。1963年、日本楽器製造名古屋店の伊藤浩二と出会い、ヤマハジャズクラブを設立、会長となった。1964年に、第1回ヤマハジャズクラブを開催。第2回ヤマハジャズクラブを開催。 ドイツの製薬会社の招待で世界一周旅行レース好きの医師らと名古屋レーシングクラブを結成オスカー・ピーターソンが内電卓を訪問共通の趣味である車とオーディオをネタに進行を温める1965年鈴鹿サーキット第1回3クラブ対抗レース大会に出場しジュニア部門 T クラスで優勝1966年 ジャズメッセンジャーズ来日時、アートブレイキーとレジー・ワークマンが内電卓を訪問、セロニアス・モンク・カルテットが、名古屋公演後、内電卓を訪問し、ドクターズ・スタジオで、日野・テルマサ、松本・秀彦大野・雄二稲葉国光らとセッション、スイング・ジャーナル・ジャズ・ツアーに参加し、ニューポート・ジャズ・フェスティバルを、鑑賞1968年、海外旅行中、偶然、 モントルージャズフェスティバルを鑑賞し、ビル・エヴァンスと知り合うオランダで、偶然アンバートンのレコードを聴く、ニューポートジャズフェスティバル初出演の渡辺貞夫を、訪問1969年、ヤマハが経営していたリゾート施設、ネムの里で、ジャズフェスティバル、ネムジャズインを開催。1970年、菊池正明が、ヤンハマーを伴って、内伝託を、 訪問1973年、ヤマハジャズクラブ第57回例会に、アンバートンを招き、アンバートンインパーソンを開催ビルエヴァンス発来日、名古屋公演終了後に、再開1975年、日の出るまさが、渡米前に健康診断のため、内田病院を、訪問1977年、内田病院に入院していた、久野史郎が、成居1981年、 宮沢明が、内田病院で手術を受け、2ヶ月間入院、ヤマハジャズクラブ第98回霊界で、宮沢明のジャズ界復帰作、マイピッコロのレコーディングが行われ、感謝の意を込めた、ドクターユーが収録される1982年、渡辺貞夫が、内田病院に、入院1984年、著書ジャズが若かった頃が、小文社から出版 東京、六本木の、ピットインで記念パーティー開催1985年、宮沢明のアルバムをレコーディング中に、肺炎の症状を発症した、小妻さひこが、入院1985年、ケイコリーと出会う1987年、岡崎市で開催された、地方博覧会、青井博岡崎十7の期間中、コンサート。 ジャズファミリー・イン・岡崎を、神衆1991年、ヤマハ・ジャズ・クラブ第129回例会に、闘病中の高柳正幸が、出演1992年、ヤマハ・ジャズ・クラブ・イン、浜松・岡カ・岐阜ながら川国際ジャズ・フェスティバルを、開催・岡崎市図書館交流プラザ内に開設された、内田オサム・ジャズ・コレクション展示室。 内田病院を閉じて、第一線の外科医を引退。1993年、ジャズコレクションを、岡崎市に寄贈、宮沢明、佐藤正彦、日野本彦、井野信義により、ドクターズスタジオで、クローズドパーティーが行われる、岡崎市青年経営者団体、連絡協議会記念事業、ヒルトプップジャズフェスティバル in 岡崎を、 監修1996年、岡崎市美術博物館で企画展、ジャズの街角、内田治むジャズコレクション開催、コレクションが初公開される1997年、ヤマハジャズクラブが、第150回霊会をもって、終了1998年、岡崎市美術博物館で企画展、ジャズの街角、パートに開催2000年、第9回浜松ジャズウィーク開催をもって、監修を、 小山のりに引き継ぎ、名誉顧問となる。2001年、岡崎市美術博物館で企画展、ジャズの街角、パート3開催2002年、岡崎市、シビックセンター内に、ジャズコレクション資料室が開設される2003年、内田治ジャズコレクションのウェーブサイトが開設される2005年、2005年日本、国際博覧会、愛。 地球博期間中の、岡崎の日で、ジャズコレクション紹介イベントが開催される2008年、岡崎市図書館交流プラザ内に、内田治ジャズコレクション展示室が開設される2012年、岡崎市より、ジャズの街岡崎名誉顧問を移植される2016年12月11日、廃炎のため死去。87歳没。ミュージシャンではなく、評論家でもコレクターでもないが、 日本のジャズを陰で支援し続けてきたというのが内田治の活動である。秋吉敏子、宮沢明、渡辺貞夫、菊池正明、富樫正彦、日野照正、山下洋介など、親しく交流したジャズミュージシャンは数知れない。購入した膨大な数のレコード、鹿録音のテープ、自宅の一部を回収して設置したスタジオとそこに置かれたオーディオや、 楽器類、いずれもジャズミュージシャンの利用に供された。また病気のミュージシャンがいれば、自分の病院で診察して療養させ、お金や住まいに困っていれば、自宅に呼んで何日も過ごさせるなど、彼らの心身のケアを買って出た。さらにはミュージシャンに演奏の機会を提供すべく、ヤマハジャズクラブを、はじめ数多くの定期コンサートを主催してきた。また、 高柳正幸と、金井秀と率いる、新世紀音楽研究所の、幻の銀パリセッションに始まり、宮沢明の、マイピッコロ、富樫正彦と、菊池正明の、コンチェルト、綾戸智恵の、フォーオールウィノー、ケイコリーの、イマジン、寺井久子の、シンキングオブユーなどのアルバムは、内田による無形の支援があったことが、そのライナーのオーツから伺い知ることができる。このように、 特に1960年代から1990年代にかけての日本のジャズシーンの動きと内田の活動は、ある程度関連性があると認められ、その検証が待たれる。ありがとうございます。